どうも、斉藤慎二でございます。さあ、今日は雑談会なんですけれどもね、以前に文学系 YouTuber、どんな動画を見ているかというようなね、お話をしたりとか、で教えていただけますかみたいなことを言ってね、まあいろいろ見てるんですけれども、やっぱりね、こう、皆さんすごい、すごい面白いですし、ネオ高等ユーミンさんとか、なんか初めて見たんですけど、非常に面白い、方もいらっしゃる。もう、まだいっぱいいるんですね。僕ら自分のこう、界隈だけで見て、ああ、こんなにいるのかと思って、もっともっと、この YouTube の海は広いなというふうに思ったんですけれども、僕自身もいろいろ変えていこうというふうに思ってる部分と、このままでいこうという部分があります。正直ね、僕ね、このチャンネルを創作チャンネルというふうに、ちょっとこう、幅を持たせてですね、いろんなもの、いろんなジャンルのことについてお話しようかなというふうに思ったんですけれども、それをまあ、とあるミルキシゲオという人間に言いますと、いやいや、特化した方がいいです、絶対。こんな間口広げて、チャンネルを見て、創作チャンネルとかって言って、いざ見て、こんな話もして、こんな話もしてて、いろんなものに手出してると、こいつ何が言いたいねん、何がしたいねんってなって、やっぱり離れる人が多いですと。で、やっぱり文学のことをやってるんだったら、文学に即したような、ものをずっとやり続けた方がいいというふうにですね、登録者数が35人の男に言われたんですけれど。でもまあ言ってることは正しいなと思うので、まあまあもちろん文学っていうのを軸に、ではまあ笑いと文学って言ってますから、もちろん笑いっていうのもね、軸に、笑いと文学っていうのをしっかりやっていきたいんですけれども、創作っていうことで、じゃあこう、具体的にどういうのをやろうと思っていたかというとですね、映画。でも映画は別に僕文学とそんなに離れてないと思うんで、映画紹介というのは、まあ多少やっていこうかなというふうには思うんですよね。というのは、唯一このチャンネルでやった、映画の紹介、うるせえ奴ら、ビューティフルドリーマーの回がやっぱり言っても1000回以上は見られている、もっとか見られているので、需要はあるんだと思うんですよね。で、例えばなんですけども、原作が小説で映画化したものであるとかね、そういったものに関しては別に、言ってもいいだろうし、僕がすごく、小説とかを書いたりする上で何度も繰り返し見ている映画とか、の紹介とかだったら、絶対、需要はあるだろうと思いますし、またミステリーとかでね、考えると、僕はまあ、前から言ってますけども、ビリー・ワイルダーっていう、映画監督がすごい好きなんですけれども、ワイルダーなんて本当にミステリー、サスペンスっていうもの、の先駆けですからね。で、小説ではないですけれども、ね、よく言われるこの結末は誰にも話さないでくださいみたいなクレジットを初めて出したのは、ビリー・ワイルダーですし、その映画の裏話みたいなものもね、僕はまあ結構昔そういうの本も読んでるので、結構楽しんでもらえるんじゃないかなというふうに思いますし、別に文学とそんなに離れてるっていうこともないので、僕はまあこれはもう紹介する一番最初の動画にしようと思ってるんですけれども、それがウッディ・アレンのアニーホールというですね、映画で、僕好きな映画は何ですか、一番好きな映画は何ですかって言われたら、あんまり一番とか決めたくはないし、まあ、あんま決められないんですけど、でもまあ、最初に頭にポッと浮かぶのが、ウッディ・アレンのアニー・ホールなんで、アニー・ホールは絶対紹介したいなというふうに思いますし、アニー・ホールに僕は文学的なものをむちゃくちゃ感じるんで、あんまりここで喋ると、アニー・ホール本編の動画を作るときに言うことがなくなるんで、あんまり言わないですけれども、未だに何かこう、創作に詰まったりとかっていう、まあ別にそれは小説に限らず、お笑いのネタとかでもそうなんですけども、ってなったら、ウッディ・アレンのアニー・ホールっていうのは、原点というかね、なんか、ああ、物を作りたいなという気持ちになった最初なんですよ、あれが。なので、またそれについてはちょっと語りたいなというふうに思いますのでね。まあ、今まで通り、創作チャンネルっていうことよりは今まで通り文学について語るチャンネルにしたいんですけれども、まあそういうね、実は風に思っていたんだけれども、結局まあまあ、文学チャンネルにはしますけれども、時折映画の話なんかはしますよと。で、もちろんそれはきちんと文学に、帰結するというか、そんな関係のないようなお話ではないというようなね、物
ものをもうやっていこうと。じゃないと、あの、登録者数がね、このままだと、あまり増えない。まあでも増えてるんですけどね。自慢じゃないですけど、コツコツむちゃくちゃ増えていってるんで、本当ありがたいと思うんですけれども、さらにボーンと飛躍したいと。一気にボーンと行くためには、少し映画とか、そういうようなエッセンスというのも入れて、文学の周り、周辺のことっていうのも、ちょっとね、手広くやっていこうかなというふうには思っております。はい、というわけで今日はまあ、だらだらと話したんですけども、このチャンネル、今後こういうふうにしたいよというようなお話をさせていただきました。どうもありがとうございました。